知道墨鱼可以变色吗？你见过墨鱼的烟雾弹吗？你知道墨鱼汁可以吃还可以做饭吗？你用墨鱼汁写过字吗？你知道怎么清洗墨鱼吗？你吃过墨鱼刺身吗？在本期的视频里找答案吧。また人を少し好きになる喜びや悲しみさえ全て自分のことと受け入れたなら巡り合いの中で満ちてく意外に自分のことも好きになってく出会いも別れも乗り越えた君はもう一人じゃないよずっと变色啦，越来越淡。だってこの星には何千何万って人がいて僕は果たして何番意味のないそんな順位付け人はみんなそれぞれさと踏みつけ今そこにある自分の立ち位置で一人一人みんな懸命に生きてるその中で人と人は出会い願い描いてく素晴らしい世界時にある裏切りや憎しみも乗り越えてまた生きていく意味も結局みんな繋がってくその中で必死に捕まってる出会いのかけらそれを磨けばこれからも無数に芽生える種巡り合いの中で生きてくまた人を少し好きになる喜びや悲しみさえ全て自分のことと受け入れたなら巡り合いの中で満ちてく意外に自分のことも好きになってく出会いも別れも乗り越えた君はもう一人じゃないよずっと悲しみを重ね寂しさを抱え孤独の中で人は生きてくそして出会い別れ溢れる日々で心の隙間埋めるかけら集める世の中思うようにいけない出会いの先に何も見えないただ人は様々なとこ導かれお互いの夢を見たいだけ寂しい別れを繰り越すこと我现在要来吃尝一下墨鱼的苦可以，你可以。谢谢大家，拜拜。